皆さんこんにちは。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログですが、製造業者必見の DVD というテーマでお届けいたします。11月20日になりますけども、新潟県では有名なですね、大西リポートという雑誌がありますが、その大西リポートの主催で講演会が開催されます。場所は新潟県長岡市のホテルニューオータニですね、すぐ駅前になりますけども、こちらで午後4時から6時まで講演会があります。それでこの講演会なんですけども、その大西リポートの編集長の大西勇さんという方がいらっしゃいますが、その方がですね、主催しまして、大西リポートで紹介した経営者をですね、お一人の場合もありますし、3、4人こう集まってということもあるんですけども、実際にですね、こう講演形式でやっちゃうというね、人数もですね、今回の場合はもう130人ぐらい参加者が来ているそうなので、結構大々的な講演になります。それで続報なんですけども、実は大西さんから電話がありまして、長谷川さん、おいおい、これ DVD 化したらどうなんだいというですね、お誘いを受けましたので、当日はですね、うちの撮影部隊が、ホテルニューオータニの方に入りまして、DVD 化のためにですね、一生懸命撮影をさせていただきたいと思います。それでじゃあ一体誰が出るんだいってことなんですけども、登壇されるのは3人いらっしゃいます。まずお一人目はですね、長岡造形大学の学長の和田さんですね。で、二人目。これがですね、日本製機の高田社長。で、三人目がですね、北越工業の吉岡社長ということで、新潟県の、新潟県人ならば知らない人はいないというですね、このご三方が、登壇されます。そしてお一人様ですね、30分ずつということで、内容はですね、自社、トップは長岡造形大学の和田学長なので、自社っていうか、自分のこの大学ですよね、大学。それで2番目と3番目は日本製機と北越工業の自社ですね、自分の会社をどのように今後発展していくのか、そして、これだけコロコロ変わる社会環境の中でどういうふうに、環境を読み、そしてどういうふうに、対応していくのかっていうね、この挑戦ですよね。挑戦をテーマにお話をしていただくそうです。お一人様30分ずつなので、だいたい1時間半で終わるかと思います。それで DVD 化するのはですね、2番目と3番目の日本製機の高田社長と3番目の北越工業の吉岡社長をですね、ちょっと DVD でパッケージ化しようかなというですね、案が先日大西さんと打ち合わせをして決まりました。それで年内中にはリリースはできると思いますので、ぜひぜひですね、製造業関係の方はですね、ぜひ見てほしいなと思っております。日本製機と北越工業のですね、新潟県が誇るビッグ2がですね、一堂にこう集まるなんてことはね、なかなかございませんので、当日の講演会のですね、臨場感をそのままに DVD でも再現できたらいいなと思っております。それではまた、完成しましたらですね、ご紹介させていただこうかなと思います。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。今日もコメントよろしくお願いします。そしてこちらの方にですね、商いはカドカドチャンネルの登録のバナーが出てると思いますので、こちらをクリックしてぜひ登録もよろしくお願いします。